はい、どうもこんにちは、クレイです。よろしくお願いします。さあ、ということで今回は OB 第5弾石井選手発表会やっていきたいなと思います。はい、ということで OB 第5弾のリアタイ動画、これ一発目になってるかなと思うんですけど、5年分にね、登場となりました石井選手、初獲得しましたので今回使っていこうかなと思います。で、限界突破の部分はね、ごめんなさい、今回ちょっとね素材がなかったので無凸という感じにはなるんですけど、特訓マックスまで上げてきたので、まあ、能力に関してはね極みと同等になってます。で、まあタイトルとかねサムネにも書いてると思うんですけど、この石井選手ただ使うだけではなくてですね、今回はこちらのオーダーを組んできました。できる限りの近鉄純正オーダーです。はい、まあもともとね、あの石井選手を当てた動画でも言ってるかなと思うんですけど、まあいつかね近鉄純正、まあ今もうないね、球団になっちゃいましたけど、まあ近鉄純正を組みたいっていう目標がまあ最近出てきてまして、というのも結構今年出てる選手で近鉄の選手めちゃくちゃ多いんですよね。もうちょっとねしっかり集められてれば、それこそ岩隈さんとかまだ、ナシラさんも出てるんで、キャッチャーは多分ね、今、ナシラさんぐらいしか出てないので、ここ取れなかったの結構痛いんですよね。で、あとはまあ、栗橋さんもそうだし、1個まで出てた土井さんもね、近鉄なんで、まあ、こう見るとだいぶね、今年1年で近鉄が出てるなというところでございます。というところだったんですが、一応、何人かな、キャッチャーの中島さんと、あとはイチローさんのところ、以外はスタメンは全員、近鉄で組めてるかな。勝山本さんもね、これちょっと超2にしかできてないので、無理やりライトに置いてる感じにはなってるんですけど、一応近鉄在籍の経験があるんですよね。ってことで、まあ野手はなんとか少しずつ、まあ A ランクがだいぶね、入っちゃってるところであるんですけど、まあオール近鉄に向けて進んでいるかなというところでございます。で、続いてピッチャーですね。ピッチャーは、まあ岩隈さんがね、これ楽天バージョンにはなっちゃってるんですけど、まあ岩隈さんがエースで、まあ阿波野さん、赤堀さん、まあこの3枚看板はとりあえず持ってます。であとは中継ぎで有目さんと森田さんですね。まあ、ここも他球団なんですけど、まあ、特に森田さんとか近鉄の中継ぎをね支えた選手でも一人でありますので、まあ、今回こんな感じでオーダーを組んでます。まあなかなか揃えるには先が遠いなっていう感じであるんですけど、今回は、まあ、このねできる限り近鉄オーダーで石井選手使ってみた、やっていきたいと思います。いきましょう。なんでこんなタイミングでクソ強い人に当たるん？まあいや、やっていきましょう。まあでもね、今時刻がね深夜の3時ぐらいなんで、まあ当然ちゃ当然か。はい、今頑張っていきましょう。さあ、1番は中村紀洋さんです。わあ、スピ削られるよね。わあ、最新の山本由伸さんか。これ石井さんもだいぶきつそうだな。まあ頑張っていきましょう。石井選手がねチャンス持ってるんで、できれば得点圏で回したいところ。まああとあれだね、オールドユニフォームがなくなっちゃったんで、もう着れないの寂しいな。いつか近鉄ユニフォームとかもね出たらいいっすね。ああ、さあ行こう。石井さん、石井さんってこれ構え固有だよね。タイミングの取り方がなかなか独特。さあ行こう。超える、切れるな。いやー惜しい。パワー62か、結構削られてんな。いやー正面、グイ。この削られ方はきつすぎるわ。ブライアントもこれ超4なんですけどね。3300か、まあそれはきついわ。ブライアントってこんな構えだったっけ。なんかのタイミングで確かフォーム変わったよな。いや正面、しゃあない。まあでもこう見ると守備案外悪くないね。イチローさんがちょっと荒れすぎるけど、まあ本当はねセンターには多分坂口さん、過去 TS とか出てる坂口さんか、まああとはローズっすね。タフィーローズがね欲しかったな。ローズマジ欲しかった。もう一回出てくんないかな。一回OB チャンピオンシップでね出てると思うんですけど、そん時は田村さんを取ったんで、あやべ、あー真ん中に行っちゃった。まあでも近鉄純正だけをやってるっていうユーザーさんがもしこの動画を見てる方の中にいたら、今年1年結構強化できてるんじゃないですか。マジで村上選手、ショートの村上選手がタイムスリップで出たのは結構でかそう。ショートは多分ねできる選手唯一なんじゃないかな。高須さんってショートできたっけ。一応セカンドはね大石さんと高須さんが候補にね多分なるんですけど、まあそれも楽天版なんで、オリックス在籍というか、ちゃんとそのオリックス所属で組もうとするとまたちょっと話変わるんでね。岩隈さんいけるかなこれ。この打率抑えれたら結構強いけど、いやーきち。ゲッツいける。
うわー、間に合わないか。ちょっと体勢悪かったっすね、セカンドの。岩隈さんのあの新しいフォーム使いたかったな。オリックス版だけしかね変わってないんで、楽天版はまあ当然ですけどこっちのフォームなんですよね。いやー、持ってかれた、うますぎ。はい、てことで気を取り直していきましょう。2試合目、さすがにあれは相手が強すぎたわ。まあでも結構スピリッツきつそうな雰囲気は感じたんで、なんとかこのチームで1勝もぎ取りたい。いきましょう。まあそして石井選手で打てればなおよし。さあ、お相手の先発はメルセデスか。メルセデスランクで当たるの久々だな。これでよし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 。まあでもこれちょっとチャンスじゃないけど、まあいいでしょう。 OK、 まあまあだね、まあ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  OKOKOK。まあ外角攻めだろうな。いやー、勝負してくれ。ゾーンできて、ほっほっほっ、超える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 、これは超える、さすがに。よー、まあ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 、いいヒットですね。いいツーベース。パワーがもうちょっと低いとセンターフライとかになっちゃうと思うんですけど、よく伸びてくれた。あ、しかもこれ相手の方も察してくれてるね。リプレイ見せてくれてる。さあ、3番ブライアント、ブライアント、ブライアント頼む。出た時確かこれね、ブライアント動画にした気がするんですけど、ブライアント当時めっちゃ打ちやすかったんよな。まあ、あと個人的に近鉄っていうとやっぱ伝説のダブルヘッダーのね、大木さんが泣いたと言われてる、あの優勝決定を争うねやつがやっぱ、まあ、子供の頃にそれをそのなんだろう、当然ながら実際リアルタイムで見てたわけじゃなくて、神様に選ばれた試合みたいな番組かなんかでそれを見て、まあ、そこの部分、その試合のねストーリーが好きすぎて何度見たかわからない。まあ犠牲フライにはなるかな。 OK。 まあ正直ね、世代的な、うわ強い相手の牛毛さん、世代的なところで言うと、もう合併しちゃったタイミングぐらいが、まあ言ったら僕があれ小学2年生とかかな、なんですよね。なんでまあ言っても正直ね、近鉄のこう記憶っていうのはどうしてもあんまり濃くはないんですけど、まあでも一応ギリ知ってる世代ではあるっすね。近鉄純正目指してますっていう人どんぐらいいるんだろう。でも結構やっぱそういうね、ガチガチなオーダーを組むんじゃなくて、こういうなんか昔のねこうチームを作るっていう楽しみ方も非常にいいんじゃないかなと思うんで、まあ、ぜひこの動画を見てね、近鉄愛が戻ったという方は、まあ、ちょっと何歳ぐらいの方が対象なのかもあんまり分かんないんですけど、ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。いや、うまいな。阿波野さんきついかなこれ。阿波野さんもさ、結構一時期強いって言われてましたよね。宇都宮さんが流行った時かなに結構強いって言われてた記憶。まあ超大ピンはいいんすけど、ちょっとこれだけだとランクルール心もとないな。この辺かな。いやー、ぶれるな。ちょっと上からもうこれは絶対カウント取りたい。よし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 、オッケーオッケーオッケー、それ振ってくれたのありがてえ。うわ、てか待って、その自チーム、ああ、オッケーオッケーオッケー、ナイス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 、でかい。すいません、自チームはベイスターズのまんまでした。これやっちゃったわ。いやー、どうしようかなこれ。村上さんこのまま行こうか。もうちょっとこのメンバーで、近鉄メンバーには代打出したくない。オッケー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 、ナイスヒット。 A ランクでも打てるんです。うわー、何これ、2と9。あ、でも大石さんって固有あるんだ。あ、固有ではないのかこれ、構えがこういうのだけ。バット短。ほっ、落ちる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 んです。オッケーオッケーオッケー。 A ランク二遊間で連打。さあ、イチロー、イチローは正直ごめんなさい、全然関係ないっす。うん、まあここだからタフィーとか、あと磯部さんとかでもいいんすよね、外野で言うと。とか欲しいな。うわー、勝山本さん不適正だからだいぶ削られちゃった。落ちるんじゃない、ライドラ、ナイスヒット。いや、これいけるぞ、勝てる、勝てるんだ。さあ、ノリ、あ、やったー、めっちゃストレートに見えた今。おー、アーチストが出なかったけど、まあ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 いいでしょう。行こう、ちょっとパワー少ないな、心もとないけど行こう。タイピンね。これでも石井さんにホームランが出れば完璧な展開。 OKOKOK。 ボール OK。いけいけいけ、
超えろ。うわー、パワーが足りなかった。まあまあ、でもナイス犠牲フライ。さあ2イニング目、阿波野さん抑えられるのか。中継ぎいないんでね、もうちょっとなんとか阿波野さんで乗り切るしかない。取って、いやー、キチ、いや、うまいな。頑張ろう、耐えよう。うわー、こんわ。上からスクリュー。あー、見るか。ワンチャン差し込めないかな、これ。どうすかね。いけ。取れる。オッケー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 。まあ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 、オッケーオッケー。いい、全然いい、全然いい。3点差あるから、まだ。一発打たれてもオッケー。あ、え？おー、やめて。あー、最悪だ。大丈夫、取れる。よし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 。イチロー肩よ。うわー、ここで監督かよ。こーわ。内からだね。もうインコースで出し入れするしかない。かー、まあ、ワンチャン外野下げて外攻めもあり。いやー、しぶと。こーわー。どうするこれ。ちょっと一回考えよう。外野を下げるべきか否か。いや、このまま勝負だ。まあ、インコース行くしかないな。オッケー、取れる。村上さん、よーっしゃー、耐えた。 A ランク混じりの近鉄純正初勝利。はい、ってことでラスト3試合目、最後石井さんで気持ちよく打って終わりたいと思います。高校だったっすね。ちょっと久々に赤堀さん使うの楽しみかも。おお、いけるね。案外いけるか。取って、オッケー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 、いけるいけるいける。まああとピッチャーだとね、取れてないところで言うとパウエル選手とか。オッケー、ないかー、でか。あとは大塚さんとかかな。近鉄のユニフォームを着てて出てるっていうところで言うと、あそこ取れてたら結構でかかったんだけどな。まあまた来年以降出てくれることを期待したいなと思います。さあ行こう、ノリ。超えないな、外野下がってた。まあしゃあない。うーわ、きっつ。いやでも大丈夫、俺たちには今7メートルの追い風が吹いてる。センター方向狙おう。がっつりセンター狙いでいく。あれ、全然センターじゃない。でも普通にナイスヒット、うまい。うーわー、ここでですか。でも大丈夫、俺たちにはタオルチャンテがついてる。オッケー、はい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 。いやでもなんか見える気がする今日は。抜ける。いやー、前進守備いいとこいた。くそ、いや代打。いいとこで打ってほしい。打ってほしい時に打ってくれるのはこの男しかいないでしょう。行こう。オッケーオッケーオッケー。北川さんの優勝決定サヨナラ逆転満塁ホームラン、何度見たかわからん。今再現するとき。危ねえ。